気のせいだと思うんですよ。私、飲んでいる薬の効き目もあって、一瞬だけ夢とか見たりするし。虫の知らせってあるだろう。昔の人は、人間の体内には虫が住んでいて、潜在意識に影響を与えると考えていたんだ。催眠のこと、ネットではそう呼ばれているよ。さまよえる魂を浄化しているんだって。死ねない体となった塊が死を求めて人を狩る。その虫はダメなの。あそこ危険だから二度と行かない方がいい。